みなさんこんにちは。今回はみんなが住んでいる日本のもの、日本で昔から愛されていた伝統のものについて見てみましょう。さあ始まるよ。日本のもの、どんなものがあるかな。お寿司、うどん、そば、うなぎ、天ぷら、お赤飯、おまんじゅう、どら焼き、羊羹、かしわ餅。日本のもの、まだまだあるよ。お団子、もなか、緑茶、けん玉、たこ、こま、だるま落とし、竹馬、着物、忍者。日本のもの、まだまだあるよ。柔道、剣道、相撲、空手、桜、梅、ツツジ、アジサイ、ツバキ、ユリ。最後まで見てくれてありがとう。日本のものたくさんあったね。まだまだあるからぜひ探してみてね。頑張った子にはプレゼント、何が出てくるかな。竹とんぼのメダル。他の動画も見てみてね。新しいメダルがもらえるかも。バイバーイ。この動画がいいねと思った人